つくの。ちんちょげさん、アナビラありがとう。ラさん、ハートありがとう。うん、そうさん、ハートありがとう。ありがとうございます。エムさん、ハートありがとう。スバル、花びら、ありがとう。みゃんみゃんさん、400回目の訪問ありがとう。これからも見に来てください。昨日はラストお話し会お疲れ様、ありがとうございます。楽しかったです。めちゃくちゃなんかもう本当にラストっていう感じがしなくて、でも楽しかったです。 M さん、花びらありがとう。ちゃんとさん、花びらありがとう。こんにちは。ありがとう。焙煎に見えるもの話してきて本当に、でも話そうとしてくれてありがとう。こんにちは。ごめんね、大丈夫だよ、全然悪くない。平津さん、またありがとう。違いみんな分かりました。ひねりなんですけど、ひねりの失敗バージョンと成功バージョンです。まあ、成功ほどじゃないんだけど、全然下手だったんですけど、どっちも。まあ、しな方と失敗の方を出してみました。でなんかね、失敗も面白いなと思って。今日も体操にするか普通にするか迷ってます。リスさん、花びらありがとう。クリミー、花びらありがとう。リスさん、あんたありがとう。幸せすぎちゃう時間は明日で340日毎日配信です。リスさん、あんたありがとう。おはよう。話しかお疲れ様でした。めっちゃ楽しかったです。ありがとう、ありがとうございます。楽しすぎましたねちょっと喉が今痛いんですよ、ずっと。昨日も楽しすぎて話しすぎたかな。走り出す瞬間のポーズ的なのも美しかった。本当にオンダートかな。最初の動画をもっと見たい。本当にマーさん、ハートありがとう。ケンさん、団子ありがとう。キトさん、成熟団子ありがとう。かわいい、ありがとうございます。そのうさぎちゃんマーク、うさぎちゃんマーク、どこがうさぎ。キッタさん、花びらありがとう。ミッキーマウスですね。体操動画良かった、自分もやってみたい。でもなんかトランポリンならギリ楽しい、いけると思います。なんかトランポリンなら全然跳ねるから、体操とかやったことない人でもできると思います。N2F さん、三色団子ありがとう。テツさん、200回目のもありがとう。
客さん、マジでありがとう。こんにちは。花びらありがとう。おつぼん。靴打つ練習、果物、果物を客様よ。ぶどう、メロン、リンゴ、みかん、スイカ。こんにちは。アップローさん、100回目の方もありがとう。これから見に来てください。こんにちは。昨日は先輩と話した。話してないです。話してない。逆さまか。ジャガさん、花びらありがとう。タワレコ行って待ってます。タワレコ行くんですか？いいですね。ぜひミュのなんかやつ撮ってください。写真。ジャガさん、花びらありがとう。魚さん、ハタありがとう。花びらありがとう。花びら、いいね。みも行きたいな、久々に。最近行ってないです。そっちらへん、市内らへん最近行ってない。初ポン、昨日みーぽんの話し会間に会ったけど配信見なくてないです。ありがとう。でも本当に来てくれるって思ってなかったから嬉しかったです。実はこの後キリンさんとオンラインしてサイン書いてもらう。めっちゃいいじゃないですか。こんにちは。あと話しすぎてもらいたい。会いに来てください、いつでも。待ってますよ。だってここにあったっけ。飲んだよ、バカ。今日さ、ご飯も食べてないしさ、喉も何も飲んでない。起きなかったからでしょ。どんまいったな。今から19時まで何も食べて結構しんどくない？あるでしょ、買いに行く時間。ないよ、今日ないよ、休み。爆中かっこよかった。あれ爆中じゃないですよ、ひねりだよ。ふるやきさん、ハートありがとう。おもなさん、ほらありがとう。ひねりの失敗携帯切る時間遅かった。そうです。なんかちょっとね、遅かったです。タンタンさん、ナビラありがとう。ノンタンさん、やかみのもありがとう。もう24日お茶とジンジャーエール一緒にやった。じゃあどうも。ワン
んこのやつ、この入れ物が硬くていいから買ってきたのに。知らんし。じゃあどうする？ダメだもん、口つけたんでしょ。あれにつけようと思ってたね、逆さにするやつ。あーね、うまい。入れ物が硬いけんね、ちょうどよかったの、わざわざ買ってきたのに。それは知らないかも。あ、これダメ？これ。あ、飲んだわ。え、洗えばいいんじゃない？ち入んない。新しいのつけてあげたかった。どまーい。こんにちは。じゃあもう一回買うべきだと思う。それをミユに言わない時点でおかしいだよ。ご飯もまだそうなんですよ。お腹すいた。まあ今日はまあ断食って感じでいいかな。谷鹿さんあとありがとう。パンサーナビラありがとう。今日はまあ断食生活でもいいかな。まあ今日一口もさっき水飲んだけど一食食べてない。カミテルさんナビラありがとう。パンさん団子ありがとう。なんか普通のお水なんだけど、ペットボトルが硬いやつだったらワンちゃんのねこういうやつがあるんですよ。そう、逆さにして水が飲めるやつがあって、それが硬いペットボトルだったら入るからいいんですけど、なんか言われてないから飲んだんですよ。人なんか怒られました。おもろ。後ろにお茶とかだってここにあったからいいのかなって思っちゃった。ワンコのでしょ普通。村倉さん花びらありがとう。ポンさんありがとう。団子あれよ、天然アルプスの水あるじゃん、ペットボトル柔らかいじゃん、あれつかないの蓋が。うちのやつ上手。あれワンコの水。そうなんだね。えらも幸せすぎちゃう。あと何分。こんにちは。ラムくんはいびき？これは寝てないんです。目開いてるのに。いびきじゃない。うん、いびきじゃない。吐息だって。こんにちは。もうちょっとね。今日女の子っぽい。ラム？え、見てこれ。いや、全然女の子じゃない。おばあちゃんみたい。おじいちゃん。かわちい。にゃ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 。こんにちは。ねえ、眠たくない。あつぼ。ルーキーよ。こんにちは。ラムくんチャワーのニュンチュールみたいで好きです。え、そうなんですよね。可愛いよね。顔がでも似てる、ちょっとだけ。え、そんなシワシワじゃないけど。誰に似てるの？フレンチブルドッグ。ミュー似てるよ。なんか飼い主に似るよ。じゃあ可愛いってことで。こんにちは。じゃあ13位クリミン、12位831位ケン、30位333、9位ノラクロさん、8位ドラヤクさん、7位ヨノピ、6位ちゃんとさん、5位西さん、4位キットさん、3位スバル、2位ポンさん、1位は N2F さんでした。ありがとうございます。あ、ちょっとちょっからダメ。来なかったです。それじゃあ今日も配信見に来てくれてありがとうございました。また明日会いましょう。バイバーイ。ごめんね、2日連続続けてやれて申し訳ない。
X 見てください。